はいどうも、藤野 130kg です。ちょっとね、ヒロアカのトガちゃんが出たんで撮っていきたいと思います。で、しかもこの神台に置いてくれるっていうね、いや、クレマスさん太っ腹ですねこれとりあえず撮っていきますね。この台はもう普段通りだと思うんで、右アーム強い前提で奥側にアーム入れていきます。ギリギリで右寄せで、で奥を左に振りたい。振れ振れ。オッケー。いい感じや。もう一回奥を振りますね。このままやとまだ追ってこないんで、この辺で、で、もう一度奥バーのギリギリ手前ぐらいにアームをギリギリ入れていきます。結構寄せないとね、うまく振れないんで、割と寄せ気味で入れていったらいいと思います。で、ギュッと振って、OK、完璧。で、この形になって、左奥がバーから外れてくれてたら、もう手前を狙っていて大丈夫です。で、左アームは弱いと思うんで、もう、右アームだけで狙っていってください。こんな感じですね。右アームで手前を狙っていきます。で、そうすると、左奥に角が沈むことで、こんな風にね、手前に進んできてくれるんですよ。ちょっとポイントが足りないんで、1000円だけ課金します。よし、いきます。今月だいぶ節約できてますね。あんま使いすぎたらあかんからな。最近ちょっと遊びすぎてるんで。よし、次はちょっと右寄せで、あ、ちょっと寄せが甘いけど、あ、でもまあまあまあ、手前に引っ張って、よし、来た。はい、今のね、ちゃんともうちょっといいとこ持ってたら取れたかもしれないんですけど、ちょっと僕が下手くそでした。まあでもいいでしょう。こんなめっちゃ安く取れてるよ。こんな最短の台やん、これ。多分1000円で取れてる。はい、これで完璧に手前をきれいに持って、ちょっと上げてあげるともう余裕で追ってきます。はい、ゲット。多分これね、現環境をオンクレーンの中で一ちゃん取りやすい台だと思うんで、もしよかったら皆さんもゲットしてみてください。ということで、以上、藤野 130kg でした。ご視聴ありがとうございました。